今日はね、パルティという話をしますが、これはちょっと前もね、触れたんだけど、今年になって画像生成 AI というのがね、爆発的に増えてるわけです。すごいですよね。で、思い出すだけでもですね、オープン AI がダリ2ですよね。それからディープマインドがフラミンゴをね。で、Google がイマジェンを出したわけですよ。ところがごく最近になって Google がまた出してきたのが、これがパルティなんですよね。もっとも同じグループじゃないと思うんで、Google の中でも複数のグループがあると思うんで、で、まあそのパルティの話をしたいと思います。論文とね、ブログがあって、まずブログの本を使って、まあまあ、こういろいろあって。おー、いきなりすごい絵がいっぱい出てきましたね。そうなんですよ。まあまあこれはパスウェイ。そうなんですよ。パーティーの P はパスウェイズの P なんですね。だから言語モデルみたいな。パスウェイ、オートリグレッシブ、テキストイメージモデル見えなくなっちゃいます。でね、特にお話ししたいの。いや、これはまあ、すごい絵が出てくるっていうのはそうなんだけど、まあこんな絵がね。で、特に私が感心した話をしたいんだけど、それがこの絵なんですよ。この絵が何かというとですね、これをこういう言葉で書かせたわけよ。ね、Oil on canvas painting of a blue night sky with roiling energy, a fuzzy and bright yellow crescent moon shining at the top, below the exploding yellow stars and radiating swirls of blue, a distant village sits quietly on the right. Connecting earth and sky is a frame-like cypress tree with curling and swaying branches on the left. A church spire rises as a beacon over rolling blue hills. まずね、これはね、ゴッホの星月夜、スターリーナイトという、この絵なんですよ。これ、ご存知でしょ？見たことありますね、言われれば。見えないね。で、この絵を解説っていうか、記述するのに、この Google の技術者が、今言うた英語の文章を考えたわけよ。それをまあここにオイルオンキャンバスうんたらくんたらで私が訳したわけ。渦巻くエネルギーをたたえた青空の油絵。夜空の油絵。ぼんやりした明るい黄色の三日月が上空に輝いている。爆発する黄色の星々。と放射状の青い渦巻きのもと、右には遠くの村が、ね、静かに佇んでいる。地面と空をつなげて曲がって揺れ動く枝のある炎のような糸杉が左にある。教会の先頭が緩やかにうねる青い丘の上にのろしのように立ち上っていると。なるほど。この絵をそういう記述で描いたわけよ。で、これはスターリーナイト by ヴィンセント・バン・ゴッホと。で、ポイントはですね、じゃあこの文章をもとに絵を描けというわけで描いてきた絵が、まあこれなんですよ。で、ここでね、重要なことは、ゴッホの絵を再現するということじゃなくて、この言葉を聞いて絵を描いてくれと4人の個性ある画家が描いたと思ってくださいよ。だから例えばこの絵ね、この絵はその今言った特徴があるわけじゃないですか。三日月がありね、教会の先頭があり、糸杉がありと。ね、これなんか僕もっとすごいと思うんだけど、クレセント、まあ、三日月がありですね、星があり、こう渦巻く 青い空って、で、糸杉があり、で、遠くに村があり、教会の先頭があると。これもそうですよね。で、ここに教会の先頭があってと。だから、この絵はね、全部まあ違うわけよ。だからこれをどう見るかっていうと、僕はね、4人の個性の異なる画家がこの言葉を聞いて描いた絵と。これは決してゴッホの絵じゃないわけよ。だからここで僕はすごいと思ったのは、まずね、この長い文章、これを理解してるということですよね。前要するにシンギュラリティ、この辺のね、ある方がおっしゃるにはね、AI は文章の意味が理解できないんだって。で、この長い文章をね、やっぱり理解して書いてるわけでしょう。で、全体がね、なんか統合的に理解されてるっていう感じがありますね。なんか部分的にそのつなぎ合わせたような、なんか変な絵じゃなくて、ちゃんとあれですね、整合性の取れた、そう、構図がちゃんと全体に綺麗ですね。世界のモデルみたいなのをちゃんと常識みたいなのをやってるみたいな。そう、人が絵画として喜ぶのはどうだろうっていう、なんかコツを心得てるような感じしますよね。期待に沿ってくれるというか、単に整合性が取れてるっていうだけじゃなくて、さらに絵として綺麗にと、そう到達してるわけですよね。そう言いたいわけよ。つまりね、今までね、まあダリトゥもそれからイマジェンもですね、言葉通りにね書いてるよと、すごいなという、それはそうなんだけど、ね、しかもその言葉ってそれほど長くないよね。まあ長いとはいえね、ここまでは長くないわけよ。そうでしたよね。で、かつそれらの絵はね、この言葉に、まあ、ある意味忠実なわけでしょ。で、これはもちろん忠実なんだけどね、はるかに何て言うかな、想像力、イマジネーションとクリエイティビティを発揮してると思うわけよ。だからこれでね、もうね、普通の人間はね、絶対これ対抗できないよね。ある程度のプロの人が同じモチーフで絵を描いて、この中に紛れ込ませたとして、どうだろうかというところですよね。で、デザイナーとかイラストレーターに仕事を頼むと、大体3つ4つ絵を描いてきて、どれがいいですかって言ってくることが多いんですけど、まあその才能にもよるんでしょうけど、似たり寄ったりになっちゃうことがありますよね。あんまりうまくない人は。画風っていうのがあるわけよ。うまくないって、うまくても同じだと思うのよ。ゴッホはゴッホの画風があるじゃないですか。今の絵を見たらね、画風は4つとも違うよね。そうなんですね。そこびっくりしましたね。似たり寄ったりならんっていう4つ例を出したら、それぞれなんか別人が描いたように違う絵が出てくるってすごいなと思いました。で、あれ4つしか出してないけどね、これいくらでも出せるわけですよ。だからね。ダリ2とかイマジェンに食わしたらどうなるんでしょうね。こういう長い文章いけるんですかね。いや、そこは分かんない。多分、可能でしょうね。分からないですけどね。ダリ2はいまだに巻き行列に入ってますけど、もう2週間ぐらい経つような気がしますね。そういうのできるんですね。はいはい。使いたい人をここに入力してって、即座に自動でメールが返ってきましたけど、それっきりですね。じゃあもし帰ってきたら、ぜひ今の文章を入れてみてください。そうですよ。そうですね。で、まあもうちょっと解説しますが、まあ何が変わったんでしょうね、中身は。まずそれについて言いますとですね、今言ったダリトゥ生き方がね、まあ、2通りあってですね、でそれはね、オートリグレッシブなやり方と、からそうでないのがあるんですよ。で、これはオートリグレッシブなの。で、ダリと、それから、ダリとね、こいつはオートリグレッシブなのよ。このパッケ、ね、で、オートリグレッシブって何かというと、まあ、この絵を見てくださいよ。これトランスフォーマーの翻訳モデルっていうのがあって、翻訳モデルなんですよ。どういうことかって言ったらね、ここから何か文章を入れていくわけですよ。で、翻訳モデルの場合は、例えばこれで英語を入れていくと、フランス語が出てくるのよね。例えばね。で、これを入れたときにですね、この英語の意味を理解して、で、ここへ入るとですね、これは SOS、まあこれ、スタートオブセンテンスなんだけど、で、入れると、ここで最初のフランス語が出てくるわけ。で、そのフランス語をここへ入れてやるのね。そうすると、その次のも出てくるわけ。で、そうして翻訳していくと。で、最後にエンド・オブ・センテンスが出てくる。こういうふうに一つずつ出てくるのをオートリグレッシブと呼ぶわけ。うん、つまり翻訳はオートリグレッシブなんですよ。うん、で、じゃあこのパルティはどうしたかというとですね、例えばこんな絵がありますねと。ね、で、この絵をね、これイメージトークナイザー。で、これはトランスフォーマーを使うんだけど、これをベクトル、例えば1024次元のベクトルに圧縮するわけ。うん、で、それをまたイメージディトークナイザーでまた元へ戻すと。で、具体的には VIT、VQ-GAN という仕組みを使っているんだけど、VIT はビジョントランスフォーマーで、VQ-GAN、これ、GAN というのよく知られてますよね。まあ、これの意味はともかくですね、要するに、この絵が、まあ、ベクトル、例えば1024次元のベクトルになるわけ。ね、で、このここで Two Dogs Running in a Field という言葉を入れるわけ。うん、まあ、2匹の犬が野原を走っておる、まあ、これでしょ。で、これを翻訳するのよ、ね。フランス語にじゃなくて絵に翻訳するわけ。だからこの絵を文章と見るわけ。つまりこれをですね、こういうふうに切っていってね。で、この短い、この小さなこの塊をですね、ベクトルだと思うと、これ文章なんですよ。だから絵というまあ、一種の外国語が出てくると。そういう仕組みなんです。ところがですね、ダリトゥとかイマジェンは、ディフュージョンモデルっていうのを使ってて、それはこの絵の次元と同じなの。つまり圧縮しないのね。だからそういう意味でちょっとやり方が違う。で、ダリトゥとかイマジェンはね、こういうオートリグレッシブなやり方よりいいと主張しているね。なぜかというと、スピードが速いという。この絵がパッと出てくると。ところが、これはですね、一個ずつ出てくるもんだから、じわじわじわって絵が出てくるわけ。で、遅いという、だから、ダリトゥとかイマジェンの方がいいんだという主張なんだけど、こっちはね、僕はこれ一般化できると思うわけよ。つまりね、翻訳なんだから、なんかベクトル化できれば、ベクトル化っていうのは潜在空間に、ね、圧縮できれば、例えば音だって圧縮できるじゃないですか。だからここでね、例えばこんな音楽を作ってくれと言ったら、それで音が次々と出てくるとか、ね、まあこれはまあ将来の話だけど、こんなね、料理を作ってくれと言うたら、まあ、料理をどうベクトル化するかっていう話あるけど、ベクトル化できたらそんな料理が出てくるとか、だから一般化できると僕は思うわけ。というわけでですね、まあ、すごいよという、で、こっちの方が可能性が高い、大きいんじゃないかなという気がするという話です。で、まあ、それがこの構造の話ですが、で、あとはですね、ここでスケーリングフロム 350M と 20 ビリオンで100万、1000万、1億、3億5000万から10億、100億、200億までパラメータを増やすとどうなるかということをやって、350M、750M、3B、20B とやると。で、ここでね、言葉としてはここにこう書いてある。ポートレートフォトはカンガルー、ウェアリングアン、オレンジフーディー、ブルーサングラシーズ。オレンジのフーディーを着て、青いサングラスをして、スタンディングオンザグラス、草の上に立ち、インフロントオブザシドニーオペラハウス、シドニーオペラハウスの前で、ホールディングがサインオンザチェスト、胸の前にサインがあって、that says welcome friends、welcome friends と書いてあると。ね、これ見て面白いと思うのはね、これってね、この字もそもそもなわけはわからんじゃないですか。ね、とこの 20B は welcome friends とちゃんとしてるでしょ。3B でもね、ウェルカム F フレンズで、これなんかわけがわからんわね。上筋とか、こんなんが全然ダメでしょ。だから、何が言いたいかっていうと、増やせば、パラメータを増やせば完璧になってくるということだよ。これってこの前の打率の隠語を思い出しますよね。そうなんや、そうなんや。だからね、打率でなぜあの隠語が出たかっていうとね、パラメータ数が足らんからじゃないかって気がして。そんなもんですかね。いや、わかります、ね。ああ、そうですね。ここのパラメータ数ってのはさっきの図で言うと、どこのこと言ってることになるんですか？あ、それはトランスフォーマーの。トランスフォーマーの側のパラメータ、まあ、次元数みたいなものか。とはまた違うんですか？だからここでトランスフォーマー、エンコーダー、デコーダーってあって、これはパラメータを含んでるわけですよ。ウェイトがね。これって、まあ、一種じゃない、ニューラルネットでしょ。ディープラーニングですよ。だからその中にウェイト W というのがありますよね。それをパラメータと呼んでるわけですよ。次元は大したことないですね。エンコーダーからデコーダーに移る矢印ありますけど、そこである次元のベクトルに落ちてるはずですけど、その次元はそんなに大したことないはずですね。数千か数万か分かんないですけど。あ、いや、これは2020か2048かそうですよ。ああ、そうですか。普通トランスフォームはそうですからね。だって言語ですからね。言語の場合、いくらにするかって言ったら、まさに。いや、大きなモデルだと4096になったりとかいろいろあるんだけど、まあまあその程度ですよ。1024、2048。パラメータって言ったのはエンコーダーの中とかデコーダーの中が深いニューラルネットになっていて、その係数の数みたいな。で、まあ具体的な絵に関して言えば、まあすごいよっていうのは、ラクーン、ウェアリング、フォーマルクロージーズ、ウェアリング、トップハット、and ホールディング、ケイン。The raccoon is holding a garbage bag, oil painting in the style auto. で、ラクーンってアライグマね。で、フォーマルクローズ、まあ、正式な服を着て、ウェリングトップハットをかぶって、ホールディングはケインを持ちですね。で、ラクーンはホールディングガーベージバッグ、ゴミの袋を持ち、オイルペインティング、スタイルオブ。ここからね、レンブラント。ああ、そっか、変えられるんだ。ヴィンセント・ゴッホ。すごい。北斎。これさ、テルアート、アブストラクト・キュービズム、エジプシャン・トゥーミッキー。壁画みたいです。で、ポートレートはタイガー、ウェアリング、トレイン・コンダクターズ・ハット、車掌の帽子をかぶったタイガー。虎のポートレートでしょ。で、ホールディングがスケートボードを持って、ザッタハザ、陰陽シンボルを引いて、陰陽のシンボルがあると。で、これがフォトグラフ。で、コミックブックイラストレーター、オイルペインティング、マーブルスタチュー、チャーコールスケッチ、ウッドカットン。チャイズクレヨンドローイング、カラーインク&ウォッシュドローイング。面白いですね。このページでなんかずっと見て遊べますよね。そう。これ油じゃない、水墨がね。いや、だからこれは確かにすごいんだけどね。すごいんだけど、まあ言うなら、ここに書かれた通りに書いておって、さっきのこれとはまあだいぶ違うんじゃないかと言いたい。これは全くクリエイティブな絵ですよね。で、ここらの絵はですね、確かにすごいんだけど、ダリトゥでもイマジェンでもできたことじゃないですか。比べてみたいですね。同じような感じの気もしますけどね。いや、特にこの言葉ね。そっちはね、なんかちょっとかなり違う感じしますけどね。この長い言葉を理解できるかってことですよね。まず理解がすごいんですよね。想像の前の理解をしてから想像してるっていう。そう。これ比較はしてないんですか？いや、それは僕答えられませんね。例えばね、イマジェンの同じ例をやったりとかいうようなことはしてないんですかね。ラリ2とかと。いや、なんかそういうのよくやってますよね。イマジェンではやってましたね。イマジェンではラリ2で人が評価してね、どっちの方が点数が高かったみたいな。正直言ってね、これ僕、このブログを読んだんだけれど、ペーパーまだ読んでないのよ。ペーパーですね、これね。で、スケーリングオートリグレスモデル for content rich text image generation で、まあ、これが今先ね。で、同じ絵でもですね、言葉をね、ちょっと変えて、ちょっと見せますよ。フィギュアミドルロー、クローズアップハイコントラストフォトオブシドニーオペラハウス、sitting next to アイフェルタワー。The under a blue night sky of rolling energy, exploding yellow stars and radiating swallow blue. ここ後ろ同じね。渦巻くエネルギーをたたえた青空と爆発する黄色の星々と放射状の青い渦巻きのもとに、ここまで同じね。シドニーのオペラハウスがエッフェル塔の隣に佇んでいるハイコントラストの写真のクローズアップと。下は similar to the middle row but with anime illustration and different landmark, the Great Pyramid and the Pantheon。中段と似ているがアニメのイラストで、かつ別の目印、大ピラミッドとパンテオンと。こういう文章に書き換えたわけです。で、そうしたら、どんな絵になったかと。これが上がさっきの絵だったんだけど、今度はね、シドニーオペラハウスとエッフェル塔というのが、まあ、4人の画家のね、イメージで。これはパンテオンと。パントンですね。で、大ピラミッドだったり、まあ、いろんな絵があると。というわけで、でもまあね、自分が一番やっぱり感心したのはやっぱり上の絵ですよね。イマジネーションがね、豊かだから。まあ、ここらのものは、だから僕ね、これ、専門の画家の、いや、芸術家の中澤さんならどうおっしゃるか知らんが、例えばこういう下のものならね、こんなのね、何アート、商業芸術だって、ね、というわけだけど、で、これがね、ファインアートかどうかっていうのは、問題だけど、僕はそう、やっぱり純粋芸術と言えるんじゃないかって気がするんですけど、どうでしょう。そうなんでしょうかね。芸術家としてはどう思うんでしょうかね。まあ、ちょっとプロに聞いてみないとわからないですね。まあ、でもお題も一番上が抽象的ですよね、文章。下はまあ、その固有の名詞というか、建物が具体的だから、ちょっとそういうふうに思えるところもあるのかもしれないですね。でも全部すごいですけどね。自分がね、特にこれを思ったのはね、まあ、私の高校時代の同級生のメーリングリストで、今ね、絵の話で盛り上がってるわけよ。で、結構専門の画家、まあ、の女性がいて、まあ、いろいろ展覧会に入賞してる人がいてですね、で、また、自分で絵描いてる人がそれアップしてるわけよ。もし彼らがこれに気がついてないんだとしたら、僕の知り合いの人間画家がこれを描いたんだけどどう評価しますとかとぼけてそうですよね。いや、コンテストに出してみるとかね。ああ、そうですね。というか、私は素人だから分かんないですけど、多分銀座の画廊とかで個展を開くには十分すぎるぐらいな絵が描けてるような気がします。ただ、そう、国立の美術館とかに所蔵してもらえるかなっていうと、それはなんかこう、そう、今までのなんか美術史みたいな流れを踏まえて、その文脈の中で何かを出さないといけないみたいなのきっとあるので、キュレーターが学芸員みたいな人がね、OK って言わないような気がしますけどね、そこは専門家じゃないから分かんないです。で、僕はね、このね、動画を教えると思ってたわけや。で、すでにね、ダリトゥとフラミンゴとイマジンは撮ったわけじゃないですか。で、このパルティーと合わせてね、その人たち見せてどうだって言おうかと思ってちょっとわからないよね。ちょっとプロの人に聞いてみたいところですよね。だからそうか。で、その中の一人はプロ、まあ、プロ裸足だから、うん、で、その彼女がどう思うのか聞いてみたいよね。うん、というわけです。はい。